七クマ。よし、これで最後の配達先だな。俺は三好大輔、26歳だ。七クマ弁当配達サービスに勤務し、高齢者や共働き世帯、一人暮らしの家など、いろんなところに弁当を配達してる。神原かなみさんか。白米だけの弁当を頼む人なんているんだな。おかずだけ別に用意してるってことなのか。留守かな。この家置き配希望だっけ。お願い助けて。いやー、出たゾンビって人間だった。大変だ。どうしよう。救急車呼ばないと。お腹が痛いんですか。え、もしかして腹すかせてんのか。それでこの白米待ってたのか。ご飯を。待って、こんな餓死寸前の状態で一気に食べたら命の危険がありますよ。今すぐ救急車呼びますんで待ってください。心配でついてきちゃったけど、よかったのか。あの、ご迷惑おかけしてすみませんでした。いや、俺こそ勝手なことしてすみません。それじゃあ、ご家族の方に連絡して来てもらってくださいね。家族はいないです。それじゃあ、お友達とか。友達もいないです。会社働いてません。まずいこと聞いちまった。こうなったらとことん関わってやるか。何か必要なもんあったら買ってきましょうか。そんな。困った時はお互い様ですから。それじゃあ、入院することになったので下着を自宅から持ってきてほしいんですが。え？下着ってもちろん女性の下着だよな。ダメですよね。すみません。いや、ここで俺が断ったら他に頼る人もいないし困るよな。わかりました。着替え持ってきました。すげえお部屋で綺麗なの探すのめちゃくちゃ大変だったけど。ありがとうございます。点滴のおかげでちょっとは顔色良くなったようだな。どうしてこんなになるまで食べてなかったんですか。ブラック企業で社畜として働くのに疲れて仕事辞めて、今度は好きな仕事で生きていこうって漫画家を目指してるんですけど、全然うまくいかなくて。いろんなコンテストに応募しても落選、出版社に持ち込んでも才能がないと言われ、イラストの仕事ならできるだろうと応募しても採用されないのだという。貧乏ってこともあったんですけど、漫画を描いてたら寝食すら忘れてて、外に行く体力すらなくなって、ネットで白米弁当を注文したんです。この人、家に帰ったらまた同じこと繰り返しそう。世話してやりたいけど普通に行ったら引かれるよな。そうだ、神原さんを俺の自宅で保護させてください。え、保護ですか。私、希少動物かなんかですか。そうなんです。だから俺は保護して面倒を見る義務があるんです。私の面倒を見る義務ですか。ああ、いくらなんでもこじつけすぎか。俺、配達だけでなく弁当の内容も考えてんです。だから健康的で美味しい料理の研究の手伝いをしてください。これならウィンウィンでしょ。はい。よし、決まりですね。俺は三好大輔です。よろしくお願いします。神原かなみです。こちらこそよろしくお願いします。退院おめでとうございます。それじゃあ行きましょうか。はい。三好さん、何してるんですか。まだ足腰が弱ってるから歩くのは大変でしょう。運びます。大丈夫。さあ行きましょう。お姫様抱っこされるなんて初めて。恥ずかしいけど、三好さんの腕すごくたくましくて包まれてるみたい。うちは一部屋余ってるし鍵もかかるんで安心してください。
すでに荷物も指定されたものを段ボールに入れて運んでおきましたので。ありがとうございます。知らない人に助けてもらったと思ったらいきなり同居するとか、すごいことになっちゃったな。三好さんの強引さにびっくりしたけど、すごくいい人っていうのは伝わってくる。せっかく三好さんがサポートしてくれるんだから、頑張って漫画家にならないと。朝か。よし、神原さん、朝ですよ。起きてください。まだ早いじゃないですか。どうしたんですか？昨日遅くまで漫画描いてたから眠いんだけど。ウォーキングに行きましょう。え？朝のウォーキングは気持ちいいですよ。そうですね、眠いよ。今日は一日目だし、少しでやめておきましょうか。はい、賛成です。朝食はおかゆにしました。まだ胃には優しいものがいいと思いますので。ありがとうございます。はぁ、癒される。あれ、三好さんは？俺は特製プロテイン飲みます。その後、三好さんは食器洗い、掃除、洗濯と働き続けた。テキパキ動けるのすごいな。さて、それじゃあ、お仕事行きますか？その前に筋トレを軽くします。筋トレですか。三好さんの部屋の一角にはダンベルをはじめとした筋トレグッズが置いてあって、筋トレを習慣にしているみたいだった。ふっふっ。わー、すごい。その後、シャワーを浴びた三好さんは爽やかに出勤。お昼ご飯は冷蔵庫に入れておきましたので、レンチンして食べてください。え、ランチまで作ってくれてたんですか？すみません。大丈夫ですよ、行ってきます。行ってらっしゃい。漫画進まない。息抜きにネットでも見るか。あ、気づいたらもうこんな時間。私ってほんとクズだ。三好さんには寝食忘れて漫画を描いてたって言ったけど、本当はゲーム配信になってただけなんだよね。漫画やゲームは好きだけど、それを仕事にできるような才能や努力する情熱もない。私、本当終わってんな。三好さんとは大違いだ。神原さんを保護してから1ヶ月が経った。もう食事も普通に食べられるようになりましたね。ありがとうございます。三好さんのおかげです。しっかり食べて、しっかり寝て、しっかり運動して元気になってくださいね。健康な体に健康な精神が宿りますから。私も三好さんみたいになれたら、かっこよく素敵になれるのかな。え？俺がかっこよくて素敵？そんなの今まで言われたことないんだけど。私決めました。健康的な生活が送れるように頑張ります。はい。三好さん、ウォーキング行きましょう。早いな。はあ、朝の空気気持ちいい。ウォーキングいいですね。そうですね。私もプロテイン飲んでみたいんですけど、筋肉ムキムキになっちゃったりするんですか？女性の場合、ボディービルダーのような過剰な筋トレを行わない限り、プロテインを飲んで筋トレしてもムキムキになることはありませんよ。それ聞いてほっとしました。プロテインは筋力アップ効果だけでなく、美容効果もあるんですよ。絶対飲みます。ウエイトは正しい重さを選ぶのが大切です。またエクササイズや目的に応じて重さを変えるのもポイントですね。なるほど。最近神原さんが筋トレ頑張ってるんで、食事もそれ用に変えてみました。わ、ありがとうございます。神原さん、出会った時とは比べられないぐらい健康的になりましたね。はい、でもまだまだです。すいません、今日は配達先が多くて遅くなってしまいました。大丈夫ですよ。掃除も洗濯も終わって、お風呂の準備もしてありますから。最近家事は神原さんが全てやってくれるので、すごく助かってます。そんなの当たり前じゃないですか。
でも無理しないでくださいね。漫画を描くので忙しい時はそっちを優先して大丈夫なので。はい、ありがとうございます。ん、なんだ、かなみさん筋トレしてる。あ、三好さん、おはようございます。早朝から頑張るね。俺よりすげえじゃねえか。まだまだ強くならないと。神原さん輝いてるな。神原さんはエネルギーに満ち溢れてて、とても魅力的で眩しい女性へと変貌していた。もう俺が保護する必要はないな。わあ、今日の夕飯は豪華ですね。何かのお祝いですか？はい、神原さんの独り立ちのお祝いです。え、独り立ち？餓死寸前だった神原さんは健康的になっただけでなく、最強の筋肉美女に育ちました。もう俺の保護は必要ありません。どうか神原さんが輝ける場所へと赴いてください。い、嫌です。え、私がここまでなれたのは三好さんに憧れたからです。三好さんみたいにたくましくかっこよくなりたかったから。もう神原さんはたくましくてかっこよくて素敵な女性ですよ。私は意志が弱いから三好さんがいないとダメなんです。三好さんがいなくなったらすぐにぐうたらになっちゃいます。そんなことは。三好さんが好きなんです。三好さんに釣り合う女性になりたくてここまで鍛えたんです。ずっと一緒にいたいんです。神原さん、まだまだ足りませんか？どこまで鍛えれば私三好さんの彼女としてふさわしい女性になれますか？俺のために、俺にふさわしい女性になろうとして鍛えてたんですか？はい。心臓に突き刺さった、十分じゃなくてそれを超えるぐらい神原さんは素敵な女性です。三好さん、俺も神原さんが好きです。俺と付き合ってください。三好さんと付き合いたいです。その後俺たちは筋肉カップルとなった。かなみ、おはよう。大輔さん、おはようございます。ペースを守って走ろう。はい。このプロテインめちゃくちゃ美味しいです。ちょっと変えてみたんだ。はい、ラスト3回頑張って。一緒にシャワー浴びる？いや、朝はやめとく。じゃあ、お先です。それじゃあ行こっか。はい。現在かなみは俺と同じ会社で配達員として働いてる。漫画家になる夢はいいのかと尋ねたら、別の夢ができたのだという。そう、俺と汗水垂らして笑顔で弁当を届ける夢が。大輔さん、ペースの5。あ、配達先の餓死寸前の女性を保護したら最強の筋肉美女に育った。俺たちは今日も健康で最強で幸せだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七熊では思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。